じゃじゃーん、お見積もりを取ってまいりました。美容整形のこれね、 T なんとかってとこなんですけど、高い。ちょっとだけ紹介するとね、何が一番高いかな。そうだ、小顔美肌再生ストロング8本、182万5600円で 30% オフでこの値段。あとね、石灰、石灰法二重術ロイヤル クイックデカ65万7800円、これも 20% オフの値段です。で麻酔代だけでね5400円とか。麻酔が高い、ここは。うん、リラックス麻酔とかっていうのも、このね、3つに分けてもらったんだけど、見積もりを全部に2750円ついてる。目尻切開法10万、目尻切開法パーフェクト33万4500円、痛み止め点滴5万400円。もう途中で話聞いてて嫌になっちゃいました。だってね、互助会のね、私営業やってたって言ったんだけど、安く釣って高く持ってく、わかるよ、わかるけど、でも実際はあの互助会の時で葬儀始まる前とかに、まあ、加入してもらうから、そんなにね、みんな高いコース最初から入りたがらないから、こういうのもありますよと言いつつ、一番最低のラインを進めて互助会を取るんですよ、営業でね。それで実際施工になった時に、やっぱし人数の問題だったりとか、最後のお別れだからってことで、もうちょっとっていうので祭壇をグレードアップするんです。だけどね、ここは最初からグレードアップしすぎなんです。グレードアップして、そこであの最初黒ペンで書くんですよ。その後黒から青に変わり、青から赤に変わりで、で240万って言われた。もう冗談じゃないとか思って。でもね、そんな1軒しか行かないわけではないから、もう1軒行ってきました。もう1軒はね、その半分、しかもそれよりね、あのやることいっぱいあるし、麻酔代全部タダです。うん、リラックス麻酔代だけかな、ついてんのは。それも1個分だけね。うん、ただね、その何が高いのっていうのは、脂肪吸引が高いそうです。それはね、ちょっとあの値段負けることはできないけど、他と合わせてセットでやるんだったら安くするっていう病院が S さんです。あの S ってどっちだろうと思うかもしれないけど、昔からある S です。こっちはね、本当に良心的な病院ですね。だからあの、なんだろう、いや昔からの老舗だし、あのカウンターにいる女性たちも綺麗な顔してたし、あのこっちの T の方はみんな同じ顔してた。顔、あのこっからこう隠れてるか分かんないけど、でもこうやってマスクしてるじゃん、こうやってマスクしてる顔がみんなこんな同じ顔してるんです。だから誰と喋ってんだか分かんないの、本当に。あれ、あのすいませんって声かけた時に、どの人だったっけなみたいな、それぐらいみんな同じ顔してました。だからね、ドクター同じだと一緒なのかなとか思って。だからね、あのまあいろんなところでね、自分がこう満足するようにみんなそのカウンセリングっていくと思うんですけど、またね、昨日私が行こうと思った K っていうところはね、本日もお休みだったんです。だからきっとね、お休みってことは相性が合わないんだなと思って S に行きました。 T に行って S に行ったんです。でね、まあやっぱし美容業界もね、まあ、ライバル同士だから、お互いいいこと言わないですよね。お互いの病院のこと、他の病院にも行かれるんですかって、あ、どこどこ行きます、どこどこ行きます、でもそうするとああじゃないこうじゃないとかっていろいろ言われたんですけど、そんなの私の勝手でしょって。ただ値段だけじゃなくて、そのなんだろうな、
T はね、説明と営業が長い。それで結局最終的にドクターが来た時に、その T の営業マンが言った言葉はほとんど、いや、それはこの人いらない、この人いらない、え、これはこれだけでいいしって、ね、これは何本でいいしみたいな、全然違うじゃんって。多分ね、私の予測だけど、あれ高いの売った人が絶対成績なんか戻ってくんだよね。わかんない。なんかね、全部全てのものにおいて高いものばっかし。なんだろう、こう、これだけやるんだからおまけしますとかっていうサービス精神全くなし。でね、あっちこっちに傷はつくとか言うし、ダウンタイムまで何ヶ月もかかるとか言うし、え、もう一個の病院と違うなとか思って、やっぱその先生にもよってもやり方が違うみたいなんです。で、別に必要ないんじゃないかなと思うものまで、これとこれがセットだったらこの値段なんで、みたいなことを言ってくるので、見積もり取るだけで15分ぐらいかかってました。そのコピーするだけでだよ。パチャ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 打ち込んだんだと思うんですけど、だから、ね、美容整形ってやっぱし前からやりたかったから、いろんなところに見積もり取りに行ったことあるんですけど、全然違うなと思ったのは、 S でも SH っていう SH から始まるようなところはね、釣り広告はやたら安いんだけど、行くと全然違う。わざわざね、千葉から電車で松戸まで行ったんです。私その時行かなきゃよかったとか思ったもん。なんか、なんとかが今なら十何万円でできるとかっていうのがあったから、よしとか思って20万ぐらい握りしめて行ったんですけど、その20万握りしめてドンキで買い物して帰ってきましたね。できない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 、でもここに書いてあるじゃないですかって言っても、いや、それだとそれだとって言ってね、絶対それでやってくんないの。本人がいいって言ってんだからいいじゃないですかって言ってもやってくんないので、結局やらずじまいだからね、本当に釣り広告だよね、テレビでやってんのもね。でもほら、経営とかなんとか外科あるところ、 あそこは私見積もりも何も行ったことないから、カウンセリングとか一度行ってみたいなと思ったんですけど、春の愛ちゃん可愛いじゃないですか、ね、あんなに可愛くなれるんだったらいいかなとか思って行ってみたいなと思ったんですけど、どうもあそこはね、お休み、2日間お休みだったなんで2連チャンとか思ったんですけど、お休みだったんです。だから行かなかった。うん、あ、しようかな。だからね、この S でやりたい。まあ今月はできないけどね、来月とかやれたらいいな。じゃなかったらね、その次のステップ進めないし、いつまで経っても始まらないからね。やっぱこのダウンタイム中どうしましょうっていうのがあるから、ね、ダウンタイムをどう乗り越えるか、もう家の中でひたすらこんな顔して動画撮るしかないよね。いや、今日は1日目これです、2日目これですみたいな、まあ、そういう動画も撮りたいなと思ってるから、やろうと思ってるんだけど、これ大丈夫だよね、三ツ矢サイダーなら。これも怒られちゃうのかな。よし、そうなんですよ。私ね、ちょっとね、明日明後日忙しくてね、今から動画をたくさん撮っとかなくちゃいけなくて、もう9分なんでそろそろ終わりかなと思ったんだけど、だからね、美容整形外科、いろんな方からね、その安いからって決めちゃダメだよって言われたんですよ。でも240万の半額だったらそっち行っちゃうよね。それでだってサービスいいんだもん。全然違う。一番高い金額が書いてあっても30何万ってやつ、100何万とか、どう違うのこれみたいな。同じようなことやってんのに。そうだよ、だって2つ合わせて約60万ぐらいでできることを、こっちは180万だから160万って言ったからね。